ない。いける気がしない、このスキンなら。グリムゲート。さっき買ったから。やばい、やばい、降りてた。いや、裏の裏書いたんや、裏の裏書いたんや。ごめん、ごめん、ごめん。ああ、どうする、どうする、どうする。ごめん、裏の裏書いたんや。矢印がぐちゃぐちゃ、どうする、どうする、どうする。いや、それでいい、それでいいんだよ、それでいいんだよ。俺の位置を犠牲に振り切んないんだよ。降りてる音聞こえなかったんだけど、俺。いや、これでいいから、これでいいから。裏の裏書いたんだよ、俺は。パツならってなんだっけ、ユーザーさん。天空っしょ。あ、オッケー、天空やろ。天空になった、結局。さっきからやるやる詐欺、正直。じゃあ、みんな、ムチモとムチ。ムチ届かないけ。じゃあ、お互い落下としてそれ。三角形のフォーメーションで。空中で全員でそれあって、落下としてしよう。俺も結構練習しとおけん、当てれるけど。俺してないんだよな。練習してちゃんと。オリンポスさんのあの剣のところから始めたいんだけど、俺。あんち、やってんじゃん。ん、もう資材買った方がいいってこと。え、買ってない。あ、すいません。花水止まんねえ。花粉症？そう。クラスの配信で花粉症あおったら DM 来たから俺。マジで？お気持ち表明来たわ。あれしたら友達いなくなりますよって。DM 来たの？ DM 来た。あ、つ。俺も気をつけようってなったらそれ見て。あんまバカにすんなよ、花粉症。俺花粉症の過眠症かもしれん。最近8時間は寝てる。そうじゃん。いや、8時間は過眠症だろ。人間8か9いるんじゃないの？え？クララさんうまいですね。この配信を通してそれを言ってるならちょっとすごい煽りだな。煽ってきてる。うん、すんごい煽り。いるんだけど目の前。俺も撃たれてる。大丈夫ですか？これで飛んできた。やばい、爆発する。え、なんで？勘弁勘弁。なんか敵いるんだけど目の前。60？ 60？ 皆さん、DMR カバーお願い。オリンポス。はい、オリンポス。200。200。おーい。皆さん、チャグ。どじじ？どこどこ？やった？屋根俺の下。普通にやる？一旦。剣の近くまでせっかく来てんのに。剣の方の敵が来たんだっけ今。うん。あ、じゃあ行けんじゃん。初めて来たわここ。高すぎて。え、どこから来てんの？剣かこの角か。角だろ。角だろ。角だろ。剣が良かった。じゃあ剣で。めっちゃ譲るじゃんこいつ。優しい嘘つきまくりじゃん。剣立たね。ここ立たね。最大高度ってことこれ。うん、やばいやばいやばい。初手最高高度なんだけど。これ実質この銅像のリーゼントじゃん。リーゼント天空。リーゼント天空。響きよリーゼント天空。これリーゼント天空です。ゼウスの加護がついてる俺らには。ゼウスのリーゼント天空にこれ。アンチ俺アンチ俺アンチ俺。リーゼントが届く範囲のアンチで頼む。ああ悪くない。近い近い近い。あ、後ろ見てくださいくださ後ろ見て。いやマジでリーゼントだよこれ。ガチでリーゼント天空じゃん。あの横の階段壊しとけばよかったな。綺麗なリーゼントにするために。できるだけまっすぐ行きたいよね。まっすぐでしょ一旦。リーゼントはまっすぐよ。まあ、けどちょっと曲がるリーゼント。いや曲がリーゼントも面白い。てか初手天空やばいな。前の一番大きい山越えじゃん。あそこ2マス積んだら即天空だったけど。もうあそこから天空城してくださいって運営が言いようや。最高高度スタートだからできたことだよね、このリーゼント天空。まだ見える。いやなんかめっちゃ綺麗なリーゼントに見えない。これ遠近法でさ、ぶっといリーゼント生えてるように見える。うわ遠い遠いけどまだリーゼントいけんじゃねえ。いやこれリーゼント継続。ちょっと曲げる、曲げリーゼントいく。おい階段消えて綺麗なリーゼントになったぞ。本当だ。距離的にまっすぐ行くしかねえな。じゃあやばい、早い早い、めっちゃ早い。あ、これもしかして早い早い、やばい早い。片振りで絶対にバレない。いやいいよこれバレないから、めっちゃいいこの入り方。けどリーゼントだからな。リーゼントだからバレそう。クララさんな。お、来た。これ便が欲しい。おい紙リーゼントじゃねえかこれ。そうです。やばい、痛いよアンチが。オッケーオッケー、いいリーゼントだ。いいリーゼントだ。すごい。こんな綺麗に入れること。いやこれゼウスの加護ですよねこのアンチューン。いやアンチューンやばいってこれ。そもそもこの綺麗にまっすぐ進行させてくれたことが神じゃん。だから最終アンチこれ直線上だよこのリーゼントの。絶対にそうだ、絶対にそうだわ。戻って戻って。なぜこのリーゼントおるの。リーゼント折っちゃうの。だけどまだ戻りの可能性あるよ、せっかく伸ばしたら。そうそうそう、やばい。いや折った方がいいな本当に。じゃあ一回ここ追っていい？途中まで。じゃあ一旦リーゼント折ろうか。いや20秒20秒20秒。あ。あー。あー、せっかく固めたリーゼントが異様に多くね。なんで24人もいるの。あ。ほらー。いいリーゼントだ。下げめ。バレたくねこれ。え？バレた。バレた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 。こいつこいつこいつ撃てる？真下真下真下、これ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 。いいよ、補強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 入ります。60。うわ、SR 当てられた。56。やば、壊れた。マジか。あー、撃てなかった。もう許さねえ、ゼウス撃つあいつら。移動してるわ。あー、1人40入った。やべえ、上から襲われて終わった。イドリ
結構罪重いよ、リーゼントおった。 70?100? やったやった。いいよ、開けていいよ。開けるよ。終わった。ごめん、全部たまない俺。あ、めっちゃろ、めっちゃろ。ウェイト、ウェイト、ウェイト。回収、回収。終わり。あ、なんだこれ、多すぎる。15人残ってる、移動アンチ。しろ、しろ、しろ。やばい、マジでいる。ちょっとやった。どうしてレベルが高いんだ。チャンピオン隊だから。チャンは毎試合こんな感じなのか。C4 だから。昔のアリーナ、ウェイブ。うわぁ、2発。うわぁ、それ耐えるのがアルベドクオリティ。オーケー。おぉ、はい、おぉ。全員一人、全員一人あと。オッケーオッケーオッケー。1v1。ワンメワンメワン。15枚15枚。こいつずるい。4枚4枚。ずるい瞬間移動。ナイス。4枚4枚。増えた。おーリズムテクション大成功。エコー。エコー。あつなら天空っしょ。撃たれた？うん、2人いる。1人やった。なんで？やばい、弾がない。いやー、いってけ、もう最悪。いってけ、うん、ごめん。それは最悪やわ。あ、バレた。いるいるいる、やばい、やばい、やばい、頑張れ。ほんま困るでー。いるいる、いるよ、目の前、目の前。なんで？わからん。なんでだよ、どうしてなんだよ。てか、メダルバッチリ重なってるけど、これガンマチーズ、これでね、しかも敵。ほうほう。逃げて逃げて逃げて、閉めて。ああ、やばいやばいやばい。いる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 、真下にいる、真下にいる。逃げて逃げて。完璧なローリングだよ。ないない、翼ない。死んだ。ショックウェーブ、ショックウェーブ、もうワンショックウェーブ。いや、まあバナナあるからチルやで。死ぬできない、しすぎてき。皆さん妄想準備お願いします。いや、死なへんから。もうありえないくらい終わってる。車で伏線回収するから。すげえ伏線、ね、ネギはないですけど。来てる来てる来てる、ブーストブースト。そしたらガソリンなくなる。ネギはない、跳ね跳ね跳ね。ちょっとこの崖側行ってたよ。頑張れ、日出しなければいける。ナイス。キスギ、キスギ、キスギ、キスギ。これで配信天空城とかできるわけないだろ。なんで？じゃあ、信頼しすぎないよ、視聴者。ピュアユーザーいるんだよ。知らない、さすがに。ガニサス巻いたか。ガニサス？ガニサス。ガニサスね。ナイスガニサス。ジュリエさん、アップ、アップしといて。アップ昨日すんでる、俺。昨日やったから、フォートナイト。うん、昨日すんでる。やったから大丈夫。いや、よく逃げたよ、これ。まあ、逃げ切ったし、一旦死んどく？一旦逃げ切って死んどくか。逃げ中急に死んだらやっぱ立ち悪いから規約違反かもしれないし、一旦死んどくか。じゃあ起きたし死んどくか。覚悟したのに。逃げ切ったっていう、まあ、逃げ切ったっていう事実が一番大事。この収穫はでかい。いや、逃げ切ったね。ねえ、どういうことって感じ。もう冥界ダメ、冥界じゃない、グリムゲート言わない。いや、行くけど。オリンポスさんにしよう。じゃあ俺冥界行くわ。俺は信じてるぜ。俺も信じてる。本当に降りてるわ。本当に降りてるわ。ダメだこれ。俺はあれでしょ、クラワさんはなんかオリンポスさんっていう振りでグリムゲートに行くことによって。そうそうそう、グリムゲートに来て欲しかったんだよ、みんなに。そうそう、もうそれで行こう。クラワさんが言うってことはね、意味があるから。あれが言ったんだ。クラワさんが言ったんだ。ほら、フリーだよ、フリー。あの、ほらね、これ、オリンポスさんに振ることによって、やっぱ、さすがに。そういうことよ。そうそうそう。マジですげえわ。あの、ゴースティングコントロールっていうものがあってね。ゴースティングっていうのは分からんけど、オリンポスさんに振って。今の完璧だったな。ああ、もうこの試合勝とう。いい加減。何で勝つ？それは任せる。DMR 天空？ DMR 天打ち。アンチ予測天打ち、丘上天打ち。丘上取って天打ちするってこと？アンチ予測使って。そんなことしたらキモすぎるけど、ね、めっちゃキモいよそれ。昨日ユーザーさんしてました、ソロ配信で。いや、俺とアルベドとそれやる必要ある？勝てよそれで。いや、それ勝てるでしょ。勝てるそれは。勝てるだろ。勝てる。ちなみに超楽しい。一旦それやらして、一旦僕にもそれ味わわして。
めちゃくちゃ幸せになれる。この試合予測とムーブでいこうじゃん。けどマジで炎上するぐらいキモいかも。実際天候上の方がキモい。確かに。けどあれはエンタメになるけど、これエンタメにならないキモさが。なるに決まってんだろ。ゼロエンタメこれ。俺たちがおもろいだけ。まあ、暗記予測実際あんまり必要ない。それよりやっぱカスタム、あのバンカー必要。ついにアゲラ配信が始まるってことですね、これ。これね、ガチのアゲラ。ランクを上げたいならこれやれって感じやな。でけでけでけ。いくな。終わった。白20、うん、ナイス、もう一人、うん、俺、感じするわ。クラさん入れよう、撃っちゃっていいよ。やった逃げた逃げた焦げた逃げたかも焦げた。あ、なんかどっち山上だ。俺、おみカット取って、やった終わった、ああ、バンカー上がってる、どうする。行こう。一旦バンカーのやつ点打ちする。60 120。あ、いい点打ちだね。別アングルから点打ちするわ。じゃあここ構えておいてね、ちゃんと横、これ開けるよ。あ、そう、開けた。勝った右、はい、ボックス。50、はい、はい、あと一発しかないので。え、上にいたまさかの上場外にいたま。強いところ行きますか。立ち回るなよ。天打ちしてるとこ他の競技勢が見たら目ん玉飛び出るよ。アルベドアルベドさん大丈夫。ほらもうコメント欄これ大会って勘違いしちゃってる人いるもん。大会ぐらい真剣にやってますよ。あ、そういうことで、ね、ランクでやっても本当に何も成長しないっていうね。これ楽しんでこうよ。ゲームって練習って何。楽しんでこうよ。来た、何ですか練習。説教、説教モード。すいません。楽しんでる、やっぱ楽しんでるゲーム。やっぱせっかく時間使うならなんか上達した方があの得かなと思いまして。上達とないから、エンジョイに楽しんでこうよ。一旦じゃあ手打ちすら道中の。うん、道中のね。あ、やったこれ。いて、空島いる、空島。あー、楽しいね、DMR。ここ、ギリ、点差ある。わった。ナイス。撃て、あいつ撃て。やって。いや、DMR で貫通打ちしてんの、キモすぎる。60。白60。いいよ。押して。キモすぎる。キモすぎる。60。サーマル、強すぎる。サーマル、見やすすぎだろ。建築2枚越しでも見えるくね。いて。行け。空島行く？一旦俺たち。あ、空島手打ちしてるんだけど、マジで。戦える武器ある。空島手打ち。戦います。オッケー、行くよ。五発ゲートキーパーある。やばい、空島マジの手打ちだこれ。同業者？手打ち出るんだよ。ボックス？ナイス、マジにしてください、目の前。ああ。70？一発しろ。このクララスケ。やってない。そう、落としきれなかった。俺もマジ落としてんだ。なんだあのふわふわグライダー。いや、いる。3人いる。あ、降りた。誰降りた？一人落下し。いや、回収すら、プッシュ。叫んで入る。叫んで入った。こいつ割れてる。今飛んでる。ワイホスキン。また入った。落とせるぞ。2個目。飛んでる。あ、違う。めっちゃ大きいってるもん。やばい。山へ。空島の下いるよ、多分。割れたやつ。これ、下が撃ってんの？下が打ってる。足音マークあるよ。また。白50。これ、角度つけて打ってる。これ、ジャンパでさ、先行かね。いった。ゆで、キララさん、ゆでさんに。じゃあ、ゆでさん、キララさんにバナナあげないとやばいかも。大丈夫？いや、もう気合で行くしかねえ、これ。あ、やばい。ちょ、俺、カバーすらこっから、ちょっと、降りて。落とされた。